三倉神窟は、高知県室戸市室戸岬町にある、工房大主伝説の残る、会食堂である、三倉堂とも表記される、四国八十八箇所、西岬寺の近くにあり、番外札所の一つ、日本の音風景百選、なお、隣接する、新名窟についても記述する、落石からの安全確保のため入道禁止措置が取られていたが、 現在は保護ネット等による安全対策を施し入道を再開しているミクリア人屈と新名屈は国道55号沿いの室戸岬東側に位置する流気会食堂である。洞窟前の駐車スペースとなっている場所は発色台であり、洞窟上部の崖は会食崖である。ミクリア人屈の向かって右側に新名屈がある。それぞれほらが祀られており、 ミクリア人窟には御所神社があり祭人は大国主名、神明窟は神明宮があり祭人は大昼目高となっている。ミクリア人窟は平安時代初期、当時青年であった工房大師がこの洞窟に居住したと伝えられている。この洞窟から見える風景は空と海のみでここから空海の宝名を得たとされる。また、神明窟で南行を積んだと伝えられ。 その最中に明星が口に飛び込み、この時に悟りが開けたと伝えられている。洞窟の中で聞こえる豪快な波の音は、室戸岬、ク厨や人窟の波音として、環境省の残したい、日本の音風景百選に選定されている。また農協を希望する者の,のために、五所神社によって農協主任所である、ミクロド農協所が駐車スペース内に設置されている。 会食の進行による落石が頻繁化したために参拝者の安全の担保が不可能となったことを理由に、新名屈は2012年10月より、ミクリア人屈は2015年11月より、それぞれ立ち入り禁止となり封鎖された。そのために、崖前の全面に侵入防護柵が設けられ、参拝に際しては、柵の前に設置されている、再い銭箱及び献花台に対して行うことと、 なっていた洞窟が立ち入り禁止となった後室都市へ立ち入り再開の要望が相次いだため慎重な検査と検討を重ねた上それぞれの洞窟の入り口に鉄製防護屋根が設置され2019年4月末から入道ができるようになったただし入道時間は午前8時より午後5時まで木柵内に入る際は自己責任の上必ずヘルメット着用のこと 区比、川田十、潮煙上がりし、その辺路道が、入り口付近の右に、渡辺水波、乱章の巣に取り入りし月の秋が、三厨や人屈の入り口の左に、ありがとうございます。